ドイツツバイラートと NSU 博物館のドライジーネドライジーネとは1817年ドイツのカール・フォンドライス男爵が発明した人力二輪車である二輪自転車の起源とされている1817年の発行物に記載されたドライジーネ木製の乗り物で前輪の向きを変えることができるハンドルと前後同じ直径の二つの車輪を備えていたクランクやペダル チェーンといった駆動装置はなく、足で直接地面を蹴って走るものであったが、当時の書物にはドライジーネが3 7トルを2時間30分で走ることができたという記録が示されている。これは時速時速1 5トルに相当するかなりのスピードであった。車輪が誕生して5000年以上もの間、エジプト文明、ギリシャ文明、ローマ文明等、 様々な時代、文明でも自転車が登場することはなかった。その間、車輪が横に二つ並んだ馬車やリアカーは発明されたが、人々はなかなか車輪を縦に二つ並べるという発想を思いつくことはなかったのである。欧州で最初の自動車、四輪の蒸気自動車が発明されても、まだ自転車は存在しなかった。1815年。 インドネシアのタンボラ山が噴火した影響で翌年まで世界的な異常低温気候が続き、作物が十分に育たずに馬の大量死が起きてしまった。ドライス男爵は噴火によってウェイジだが馬の代わりを探していた。そこで、ドライスは馬に似せた車輪付きの乗り物、馬のいらない四輪馬車を考案。ドイツバーデンにおいて馬のいらない四輪馬車の特許を申請した。 しかし、これは、画期的なものとは考えられず却下されてしまった。1817年、ドライスは試行錯誤の末、二本足で地面を蹴って走る、ドライジーネを発明した。1817年6月12日、ドライス男爵は、ドライジーネを一般に公開。彼は、マンハイムからシュベツンゲンまで、約 15km の区間をわずか1時間で往復。そのスピードは、 駅馬車よりも早く、人々に大きな衝撃を与えた。さらに1ヶ月後の1817年7月、ドライスはドライジーネにまたがり、駅馬車とレースを行った。若き男爵の強靭な脚力もあり、駅馬車の4分の1の所要時間となる4時間で約5 0トルを走破。当時の書物には、駅馬車に干渉した記録が残っており、 これが二輪車が初めて歴史に登場した記録であり、史上初の二輪車のレースの記録とされている。1817年、バーデンとパリの登記所にて、ドライジーネの特許は受理され、1818 18年1月22日、ドライス男爵は、バーデンにて10年にわたる商業権を認められた。初期のドライジーネドライジーネと同じ形状である、バランスバイクに乗る少年。 21世紀になり、ジョリンよりも効果的な自転車の練習法として見直されている特許申請書が現存している1817年末、バーデンとパリの同期書にて、ドライジーネの特許を申請。1818 18年1月22日、ドライス男爵はドイツバーデンにて10年にわたる商業権を認められた。また、1818 18年2月17日に、 フランス・パリでも特許を取得しており、この時の記録は現在も残っている。加えて、1817年7月に駅馬車とレースを行った記録も複数の書物で確認できることから、極めて信憑性が高い。後の自転車の発展に影響を与え、歴史が連続しているドライス男爵は、特許申請の翌年、1818 18年に、 ドイツ国内だけでなく、パリにも出向き、公演にて、ドライジーネの試乗会を開催した。試乗会は3000人もの大観衆を集め、新聞、ギガなど人々の間で大きな話題となり、さらには、ドライス男爵の風刺劇まで公演される大成功を収めた。その話題は、ドーバー海峡を公え、英国人のジョンソンの耳に届くと、彼が、 鉄製フレームを使って模造することで自転車はさらなる進化を遂げていくことになる。ドライジーネの登場と同時代にフランスやソ連で同様の二輪車が発明されていたという起源の主張があり、日本でも1970年頃まではフランスのセレリフェールという二輪車が自転車の始祖であるという説が有力であった。しかし、それらは後の研究で反証され、 存在の立証ができずに自転車の生死としては認められることはなかった。特にイタリアで主張されたレオナルド・ダ・ヴィンチの自転車のスケッチは大きな物議をかもすことになった。1500年代にレオナルド・ダ・ヴィンチが自転車のスケッチをしたという原稿が見つかったのだ。しかし、これは1960年代にダ・ヴィンチの手書き原稿を修復した。 イタリア人のある修道士が、もともと描かれていた二つの円を自転車の車輪に見立て、ペダルやチェーンなどを加筆することで、自転車に仕立てたものだとされている。このスケッチが描かれた紙は、16世紀に保存上の、必要から二つ折りに乗り付けされていたが、修道士が加筆する直前、歴史学者のペドレッチ氏が強い照明を使いすかした、当初、描かれていたのは二つの円だけだった。 ありがとうございます。